フランシス・スペンサーの肖像画初代チャーチル男爵、フランシス・アルメリック・スペンサーは、イギリスの貴族、政治家、スペンサー家出身。1779年12月26日、第4代マールバラ公爵、ジョージ・スペンサーとキャロライン・ラッセルの息子として、1779年12月26日に、生まれた。1797年2月20日に、 オックスフォード大学、クライストチャーチに入学、1803年6月15日に DCL の学位を習得した。1801年よりオックスフォードシャー選挙区の庶民委員議員を務めた。彼は父に従って、アディントン内閣と第二次ショーピット内閣を支持。1806年1月21日に諸女演説をしたが、以降演説をすることはなかった。 第四代マールバラ公爵は1812年により、フランシスの助爵を求めたが、1815年に成功し、フランシスは連合王国貴族のウィッチウッドのチャーチル男爵に助された。1818 18年12月10日、王立協会フェローに選出された。1845年3月10日に死去、長男フランシスが爵位を継承した。 兄ジョージが宝刀でもう一人の兄ヘンリーが創生したため、第四代マールバラ公爵最愛の息子だった。1800年11月25日、第三代グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイの娘、フランシスと結婚した。二人は八男四女を設けた。ありがとうございます。